はい、近鉄の飛鳥駅前でございます。これ駅前広場ですね。道の駅やけど建物がどれかわからんな。今から健康水学校をねずっと案内していきますからね、はい、ここのトイレを利用ください。あ、ないやて。健康水学校にはトイレがないらしいですわ。まあ800メーターから1キロぐらいやからね、10分15分ですか。で、踏切渡ります。あ、ここは飛鳥駅から5、60メーター来たらね、踏切ありますからね、北へ。お、電車来てるね。今渡ろうか。はい、渡りましょう。岩屋山古墳、はい、見物が左830メーターだそうです。これね、道なりらしいんですね。道なりでございます。見物が古墳は工事ちょっと時間かかってましてね、今年の3月6日にオープンしましたからね。ああ、大きな栗の木がいっぱいになってます、栗ね。まだちょっと早いか。ほら、こっちはもう落ちてるぞ。こっちはね、もう売れてます。で、これは発作が、このはちょっと早いな。でのご来場はお断りしますけど、ここに駐車場があるんですよ。これ無料の駐車場がね、健康塚に来るときはここに止めてもらうといいですわ。飛鳥駅健康塚450m。この先は道があるんやけどね、まあ行ってみようか。動画あってもね、行ってみないと分からんな。ここに書いてあるね、車のご来場はお断りします言うて。でも中入ったけどね、工事やっとらんし、すぐで止めれました当時ね。この先行き止まりでございますか。階段上がったところですね。まだ300m、400m ありますけどね、行ってみましょうかね。こんなんで、ここ中で入ってきましたけどね、3回目以降は何回か入ってきましたけど、ずーっと工事中言い張るけど、工事してないの。あ、これえらい広いやん、これ。ほれ、これなんとかならんの、駐車場。民有地かね、これもやっぱりね。上がって、あとスロープ降りてこようか。だから当時はこの辺、砂利道でね、こう車入れて、ね、その上に、その辺にね、フェンスしてただけやからね、なんか来た時に。全然工事もやってなかったんやけどね。34だ。
シャコ団子ある。シャコ団ちょっとありますわ、やっぱり。しんど。おい、眺めですね。ということで、みんなあんなやって白いのがで粉がみたいに出てきてるからね、半年でこんなことになるか。いやー素晴らしいね、この眺め。見ていこうか。だいぶ距離あるけど、そんなこんなんで一本でございます。駅からちょっとバックしてもらって、で一つ目の踏切渡ってね、ずーっとホーム越しにずっと歩いていってくれる、ホーム越しにずっと歩いていきますとね、一本で来ます。本当に簡単でございます。だから途中で岩屋山古墳に回ってますとね、ちょっとどっか中民間の中入ってしまうのかな。それでみんな戸惑ってはんのかもしれんけどね。いやいいね、ほらみんな白い、見れてないね。もう駅からまっすぐ一本道ですからね、簡単でございます。わざわざ撮影込んでもよかったみたいやね。ほんまにそんな感じでございました。足はつっとるし、腰は痛いし、それでも来るか。10年ほど歩きすぎやな、分かってんねんけど、歩き出したら止まらへんもんでね。よいしょ。はい、ありがとうございました。健康塚古墳でございました。ありがとうございました。